皆さんこんにちは。上級の勉強頑張ってますか？上級の勉強をしている学生からよく聞く言葉があります。初級の時には日本語がどんどん上手になっていった感覚があったのに、上級になってからそれがないんですよね、という言葉です。確かに上級になると覚えなければいけないこともたくさんあるし、初級の時みたいに一つのことを覚えたら他のことにどんどん使えるっていう汎用性もなくなっていきますよね。でも大丈夫です。ここまで勉強を続けてきた皆さんの日本語の力は確実に上がっているはずですから、一緒に勉強を頑張っていきましょう。皆さん初級の時にあまり何々ないという言い方を勉強しましたか？例えば、私は納豆をあまり食べませんとか、この文法はあまりわかりませんとか、あまりを使うときには何々ないとかませんのように否定の形をセットで使うと覚えたと思います。ところでこのあまりという言葉、日本語の品詞で言うと何になるかわかりますか？名詞、動詞、形容詞、助詞、接続詞、いろいろありますよね。実はこのあまりという言葉は日本語の副詞です。そしてこの日本語の副詞にはあまり何々ないのようにセットで覚えておくといい言葉がたくさんあります。今日はそんな副詞を皆さんに紹介していきたいと思います。まずは多分ともしかすると、この2つはどちらも推測をするときに使う副詞です。ですからどちらも後ろに推測の表現をセットで使います。多分の時には、例えば明日は多分雨だろうのようにだろうをセットで使うことが多いです。もしかするとの時には、もしかすると明日は雨かもしれないのようにかもしれないをセットで使います。多分とだろう、もしかするととかもしれない、これをセットで覚えてください。次に決してという副詞です。これは絶対に違うと強く否定をしたいときに使います。ですから後ろには否定の形、例えば私は今日覚えたことを絶対に忘れませんと言いたいときには、私は今日覚えたことを決して忘れません、こんな風に使います。決してと否定の形、覚えておいてください。次にお願いをしたいときに使う副詞です。どうか、例えば皆さんどうかこの YouTube を見てください、こういうふうに言うと見てくださいをもっと強くお願いをしている形になるんですね。てくださいだけではなくって、例えばもう少し丁寧にどうか見ていただけませんか、こんなふうに言ってもいいです。決してと否定の形、どうかとお願いの形、セットで覚えましょう。次にもし、これは仮定を言うときに使う表現です。なので後ろには仮定の形がきます。例えばもし毎日10時間勉強したらもっと日本語が上手になります、とかもし毎日10時間勉強すればもっと日本語が上手になります、こんな風にたらとか化けが一緒に使われますよ。最後にまるで、これは比喩の表現です。例えばあなたの日本語はまるでネイティブのようだ、こんな風に例えをするときに使います。まるでとようだ、セットで使ってみましょう。今日はセットで使う副詞を皆さんとたくさん見てきました。こういう副詞の表現を使っていくと日本語の表現の幅がどんどん広がっていきますから、ぜひたくさん覚えてください。セットで使うという意識を忘れないでくださいね。では皆さん、引き続き上級の勉強頑張っていきましょう。またねー。